さあ、ということで始まりましたよ。始まりましたね。はい、この、まあ夜中というか朝方、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ただいかんせん、うちらはまだ半分も行ってないんです、時間、うん、怖いところで。まあまあね、気がついたらなんか何時間が飛んでるみたいなところもあるかもしれない次の教科でございます。うん、次の教科、はい、2科目目は、はい、英語です。イエーイ。イエーイ。I speak English. I can speak English. No, 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 no. どう考えたって勝てない人はいるんですよ。一人絶対有利な方がいるんですよ。有利な方、どうぞ。いやいや、僕はちょっとテキサス行ってたんです。何ヶ月？でも3ヶ月ぐらいですよ。専門学校の留学で。うおー、テキサス。テキサス。すごい。テキサス。ね、もうこの時点でさ、ちょっとさ、差があるじゃない。でも逆にハードル上がってるから、これで正解できなかったらダメでしょみたいな、うん、なってるでしょ、うん、そういうプレッシャー、うん、いや、いいですよ。いいでしょう、この4時、4時20分ですよ、今4時20分のこの、みんながだいぶ眠くなってきた時間のプレッシャー。じゃあこれ、全問正解しなかった場合、うん、ワンダッシュ、ワンダッシュ。全問正解できなかったらワンダッシュいきますか。いやいやいや、間違った量、じゃ間違った量入れでしょ。間違った量入れ、間違った量かける2 3。いや、ちょっと待って、かけはないでしょ。かけはやばいでしょ。かけはやばいよ。じゃあ1で1でいきますか。あの、とりあえずタモ様が間違えたら、間違えた数かける1の回数を振りますよ。ああ、いいよ。さあ、では言っときますね、ごめんなさいね。僕はバカです。僕もバカです。私もバカです。さあ、ではやっていきましょう。英語です。第1問どうぞ。はい。お兄ちゃん起こして。いいよ、これを英語にしてください。やべえ、最初から長文来た。お兄ちゃん起こして。え、めっちゃ簡単な感じでいいんですかね、しょうね。うん、あれですよね、英語っていろんな、うん、答えがあるから、うん、どうなんでしょうね。そうなんですよ、難しいですね。がっちゃり、がっちりっていうのは多分ないと思うんですよ。ですよね。うん、それはその人のお兄ちゃんですか。母親がお兄ちゃん起こしてって言って、うん、自分がいいよって言ってる感じです。いやー、でも逆に難しいな。ですね、うん、これなんかこれ採点者の判断的なやつになりますよね。ちょっとできた、よし。一通りもあるっちゃあるからな。どうかこうできた、できた、できた。これ難しいね。難しいね。起こしてきてっていう表現が、ヘイヘイって。ヒントいります、はい、うん、あったらいいね。ブラザーって言葉が入りますね。あー、それ入るね。それ入るね。そのブラザー入るね、はい、簡単な感じでいいと思います。もうヒント聞く前に俺書いちゃったよ。申し訳ない、申し訳ないです。え、でもブラザーは入るでしょ。ですね。これスペルとかも間違ってたんでしょ。どうなんですか。えどうなんですか。マジでどうなんですか。どういうルールなんですか。あのね、俺ね、カタカナで書いたよ。あ、じゃあそれでいいです。それでいい。これ英語の方。これは英語が書けないんだ。タモさんも書けました。はい。さあさあさあ、じゃあタモさんも最後、はい、今回の教科に関してはタモさんも最後でいきましょう。はい、じゃあ僕が一番自信ないので。絶対完全にお笑いです。ブラザーって書けなかった。兄って書いちゃった。ゲットアップ兄、オーライ。
いや、いや、もう俺もうね、もうあ、ゲットアップルーシング、ね、この言葉があった、今起こしと、起こして兄オーライ、兄って、あの兄ですよね、うん、兄って、兄が言ってもらうね、名前あの、ミュージカルの兄じゃないですよね、兄 ANNY ANNY ブラザーが分かんなかった、うん、ヒント聞く前に書いちゃった、すいません、はいはい、じゃあ間違いなのは知ってるんだ、あれか、俺が間違えたかな、これ、ブーチャル変えてみても思った、間違えた、確実に見えるかな、みんな Stand up please brother Yes Get up じゃん、絶対 Get up だよ、俺間違えた、いや、それも合ってるかどうか怪しいけど、怪しい、わからないです、私は、Stand up 立ってやん、確かに、確かに、それは規律ですか、ブラザーどこで作れますか、ね、よくわかんねえわガンダムみたいなスペルは間違ってないです、スペルは合ってます、うん、スペルは合ってます、立ち上がれ、アリ、うん、立ち上がり、イエスこれなんか、ケーンみたいなやつケーン、チュッチャーッうおデデデデデデデドヤーン、バトルボーナスゲットディ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 、さあ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 、最後でございます、これちょっと先に言わしてもらっていい、はい、あのね、日本語的なあれがちょっと俺分かんなくて、あの、例えば呼んで、起こしてきてくれるみたいな、起こしてきてくれるっていうのは起きるっていうのと、起こしてうちここに呼んできてくれるみたいな、うん、多分両方の意味があると思うね、うん、それの表現が俺分かんなかったから、うん、あのちょっと間違ってるかもしれない、Hey, can you get up from your brother? で、OK みたいな、おー、まあ、シンプル、すごいシンプルですね、実に Can you ではないと思うんでね、 Can you 起こせるあなた、うん、Can you あなたはできる、うん、さあ、じゃあ、ご飯回答お願いします、はい、いきます、はい、答え、うん、Wake your brother up がお兄ちゃん起こして Wake up ね、はい、EO が All right です、 All right ね、おー、英語教えてるじゃん、じゃあ、カタカナだけど合ってた、はい、ブーちゃん、さん、All right、当たってますこの場合どういう、この状態はどうなの、これはでも一箇所だったから、まあ、じゃあブーちゃん1ポイント1ポイントね、へぇ、バカでも取れたウェイクオーライウェイクアップね、うん、これ1個にしたね、これねまあ、まあ一滴確定ですね、これでもテストに出したらどうなんですかね、どうなんですかね、本当はどうなんですかね、難しいですよね、いろんな、そう、回しがあるから、長文はやっぱ難しいね、確かに、まあ、いかんせん旦那は北斗の拳をやったってことです、うん、じゃあ2問目、はい、2問目いきます、はい、セロリ食べちゃいなさい、長文だ、お腹いっぱいだよ、これをちょっとあの短めに、ヒント短めにお願いします、長文、長文だ、セロリ、セロリです、セロリのセロリ分かってセロリ、ちなみにセロリ、セロリは多分セロリです、セロリ、セロリ、セロリ食べちゃって、セロリ食べちゃいなさい、食べちゃいなさい、お腹いっぱいだよ、え、セロリ食べ、ヒント2番目出しますね、はい、トントントンがセロリ食べちゃいなさいです、うん、そしたら3文字熟語的な、そんな感じです、で、お腹いっぱいだよがトントンって感じです、だから短めです、今の表現はまんま、まんまで考えるとこれしかないけどな、みたいな、お腹いっぱいってなんだ、
大丈夫あ頭おかしくない大丈夫今なんかおかしくなっちゃった。みんな眠い動きますよ。お腹いっぱいって考えて頭の中に何も構わないからクレスをまくって思い込まれ顔がなんかもう自分が笑えてくる。お腹いっぱい目とあんな壊れたやばいやばい崩壊した今だなんか崩壊しましたやばこれなんか俺のことがおかしいわ。セロリのあれもわかんねえしカタカナでもいいですよ。カタカナでもいや、一応書きましたけど、はい、こういう感じかなみたいな。はい、はい、できた、はい、じゃあ行きます、はい、僕から言っていいですか。どうぞ、はい、Can eat セロリ。もう食べれないよそのままそれ伸ばしたよ、それ伸ばしたよ。もう全部ボケで答えるっていう方向性でね。そう、あ、これに見せてね、はい、はい、なんかね、食べれるみたいな、うん、セロリみたいな、うん、で、もう食べれないよそれね、さ、ジャグであったよね、それのねもう食べれないよはい、ただのデブ子じゃねえかじゃあ次言います、はい、行かせていただきます、はい、もう全然僕、お腹いっぱい、もう何言ってるか分かんないですけど、ね、分かんないですよ、俺もね、はい、眠さと書いても分かんないし、酔っ払ってんのと、はい、お腹痛いのと、いや、お腹痛いんですか。お腹痛いです。ここで大きく引き離したいところだから長文2回はね、行かせていただきましょう。はい、じゃん、見えるかな、見えるかな、見えるかな、みんな、なんて、なんて、あっち側に You eating セロリ、はてな思ってたっつうのはフェって感じですか。フェってみたいな、フェってみたいな、多分きっと、きっとそれが上の文が間違ってるとしたら多分それを言われた人はぁみたいな何言ってんのまさね、聞いてた頻度3文字、2文字ですか3文字、言う、言い聞くこれはいいんですよ、これはいいですよ二文字じゃない、二文字じゃない。まだハテナ二つの方が嬉しかったかな。ハテナハテナの方がね。なぜ一文字だっていうね話ですよ。楽しいですね。さあ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 じゃあさあ、はい、じゃあやっぱり、ね、そこはやっぱり。あ、俺今も思い出したわ。お腹いっぱい。はい、どうぞどうぞ。あ、後で書くわ。後で書いちゃダメだよ。あ、今思い出したよ。書いちゃダメだよ。今書いてもダメだよ。今書いてもダメだけど、今思い出したわ、俺。とりあえず、玉様の答えを出してください。今思い出したわ、これ。玉様の答え、プリッ。というわけで、じゃあ僕ね、ほんとシンプルに書いてよ。はい。You eat celery. で、I'm enough. これはね。おー、かっこいいやんか。もう満ちてるっていう、満足してますっていう、まあ、イナフっていうのを使うんで、うん、パックマンですね、これ。何、そうですね、何気にパックマン、パックマンって書いてました。はい、だからキャラ何書けばいいかなとね。はい、もうそれだけしか考えないですね余裕ですね。You hate エロリ、エロリ、うん、あー、ちょっと発音良すぎて、エロリI'm Olaf. I'm Olaf. なんて言うの Olaf. アナ雪。アナのためだったらいいよ。さあ、では、はい、答えをどうぞ。答えを。はい。セロリ食べちゃいなさいは、フィニッシュ用はセロリ。ほぉ、終わりなさい。食べ終わりなさいなんだ。お腹いっぱいだよは、I'm full。まあでも、満たされるっていう意味では、これは正解だって感じ。アイムイヤフありなのかなって思いますけどね。長文難しいね、判断がね。長文そうですね、難しいですね。どうしましょうか、玉様1ポイントでいいですか。でいいんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。イエス。はい、お母さんのオーライトは1ポイントに、はい、1ポイントに入れないポイント。とりあえず、回答文にちゃんと適した回答は一応返答で往来は書いたんで、そうね、あとはどっかで多分きっとおもろポイントが入ってくるはず。おもろポイント確かに。じ
じゃあ3問目どうぞ。はい、行きます。はい、近くにコンビニはありますか？長文またこれ結構長文です。1,2,3,4,5,6,7 って感じです。やべで、近くにコンビニはありますか？これ海外行ったら聞きたいですよね。ああ。はい。はい。そんな中学で習う？中学で習うか？本当？本当？でも。飲みながらだから記憶が定かではない。うわなんか英語だけめちゃめちゃレベル高い。高い高い。あれですね、最初のあの何が出るか何が出るかの音楽も出なくなりました。みんな一生懸命です。1,2,3,4,5,6,7 よし、僕も書けました。はい、まだ書けません。はい、伏せったどう考えても短くですか、もうごめん。ですね、ヒント、はい、コンビニエンスストアーズっていう言葉とニアって言葉が入ります。いやー、コンビニエンスストアか。ニア、はい、ニアっていうのは近くにいて。じゃあここ、こけそう。コンビニエンスとストアは一文字でしたね。二文字？一、二、三。コンビニエンスストアって一つですよね。どうでしたっけ？どうでしたっけ？ってことは六ですか？いや、ストアはコンビニエンスとストアは多分二文字。あ、そうなんです。はい。と考えると。じゃあ七文字ですね。一、二、三。コンビニストアありますか？あれだけ？近くにコンビニエンスは、コンビニはありますか？はい、ニアとコンビニエンスストアーズ。ストアは、ね、ズです。大変ですね、これ。わからないよ。だんだんかけた。かけたよ。はい、逆にチンカイとか出やすい。じゃあ、はい、じゃあ僕から言っていいですか？あ、いいですよ。じゃあ天の声さん、はい、問題ください。問題。近くにコンビニはありますか？あ、右です。見えないよ。はい、バイセクや。どこの田舎もんや。あんたどこの田舎もんや。麦わら帽子かぶってさ。カールおじさん。ちゃんとヒント聞いたからニア入ってるなと思ってニアにしてみた。それネゴブロックの無理やネゴブロックの人でしょ。そうネゴブロックの頭の人。ニアないよ、ニアないよ、ニアないよって。もう答える気ない。ないね、ない、全くない、全くないね。長文すぎてさ何も考えられないんだよ。だんだんなんか険しくなってくからね。ただでさえ当たらないのに。よし、はい、じゃあ旦那いただきます、いただきます。ほえやー、コンビニエンスストアニアヒアクエスチョンってな感じで。さあ、何を言ってるか全く僕は分かってないので、ボケてるのかツッコミをしてるのかどっちか分からないんですけども。はい、ボケるんだったら僕ぐらいまでボケてくださいね。あのガチであっちに行くから。よし、じゃあどうぞ、どうぞ。よいしょ、いきます。 Is there convenience stores near around here? ですね、こちら発音が良すぎてよくわからない。はい、はい、Is there a convenience store near around here? ですね。なんでゴートなの？え、7文字だから。パパパパーン。パパ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 。そう。いや、だからね、ニアはもともと使ってたんだけど、うん、コンビニエンスストアっていうのストアはあれだったから、まあでもここかなみたいな。じゃあ答えを出ちゃう。はい。
Are there any convenience stores near here?あ、ニヤヒヤ当たってる。ニヤヒヤ当たってる。ニヤヒヤ当たった。おお、これポイント高いんじゃないの？ニヤヒヤ。ポイント高いって1ポイントしかないよ。1ポイントしかないよ。あー、ゼアか。でもまあ、S だもんな。確かに。うん、これはタマ様のはどう判断すればいいの？俺でも複数形ここ間違ってるし、うん、あと、まあ、まあ、ここアラウンドはね、いらないんでね。ん？なんでいらなくて。あぜ、コンビニ、コンビニエンスで、旦那がなんか、一文合ってるんだって。コンビニエンスニアヒアですかって。ん？しかも俺多分これスペル怪しいと思う。じゃあ、なしということで。なしということですか？なしって言って、まず英語で書いたらスペルを間違えると困るんですよ。いや、もう俺の2問間違ってるじゃん。ああ。おーノー。じゃあ今回は今旦那さんダメなんですね。え、あ、な、一文合ってるの？一文合ってる。アランヒアが合ってる。アランヒアじゃない、ニアヒアが合ってる。じゃあ、でもヒント的には多分何を使いなさいっていうのをは多分ニア入ってますよね。うん。と今。じゃあ旦那1ポイント。おせい。おせい。コンビニエンスストアーズニアヒアが合ってましたね。1ポイント。うん。いただきました。さあ333で並びましたよ、ここで。はい、並びました。うん。え、英語なのね。いやいや並んだんだけど、とりあえず僕はもう2杯貯金ができたので。そうですね。2杯2敵ですね。いやー、まさかの英語でこんなに敗退するとは。さあ、では。あと、弱点の目がない。ここで落ちか。4問目、はい、お願いします。天気はどう？曇りだよ。出た。また。天気はどうは、4つです。4つ。曇りだよは、2つです。天気はどうの方は最初はハウが入ります。そうですね、最初にハウ。え、なんだっけ、最初に呼一部なんだっけ。天気はどう、曇りだよ。それ今日っていう単語入りますか？それダメか。入らないです。あともう一つヒント、ザっていうのが入ります。できた。お。それぞれできたらできたとお声をください。意外と生き返ってきましたよ、僕体力。私もなんか元気になってきました。多分ですね。多分ですよ。うん、ナチュラルハイのタイミングに入ってきてると思うんですよね。ですね、覚醒ですね。やばい、ニュータイム。英語終わったら一回、今だったら休憩タイムかな。休憩しますか。うん、ただとりあえずかけた。ね、まあね、曇りでは出てこないんでね。だんだん試験見切れてるし。もうね、もう、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ほやほやになってふにゃ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 。で、さあではもうそろそろ、はい、うん、タイムアップ、タイムアップになりかけてますけど、じゃああと5秒ぐらいでください。はい、いいですか、いきます。はい、はい、じゃあ僕の方からいきますよ。はい、4文字ですよ、最初。はい、How do the castle look crowdハウルの城だ。あ、そうです。ハウルの城だ。あ、雲だ。なるほど、そういう雲を見てごらんですよね。ジブリ持ってきた。ジブリ。その発想。クラウドね。あ、ただ、正直言うと今回本当にちゃんと答えようと思ったんです。ちゃんと答えようと思って、ルッククラウドはなんとなく想像できたんですよ。見ろ、雲みたいな。
はい、で、ハウが最初に入るって言ってたから、ハウって言って、ザも入るって途中で言ったから、ザって言ってみたら、わかんねえ。あ、ハウで白にちゃえばいいんだと思って。もう天気とかわかんないんで。いや、クラウドは多分合ってると思う。クラウド合ってるやんね。クラウドはなんで知ってたかって、あのパソコンのクラウドで覚えてたんですよ。あれ雲のマークで。ああですね。クラウドナインっていう会社もあるしね。そうですね。じゃあ次僕行かせていきます、はい、もう全然もう一回回せないです。頭回せません。なんて書いた？ハウウェザーインフォメーションナウ。ああ。なんかなかなかいい。ありそうですね。I know。うん。ああ。もう意味わかんないです。こんな感じです。はい。はい。インフォメーションって何？インフォメーション案内。ああ。天気予報みたいな感じですか？いいですね。ああ。で。あ、いや、あ、私はナウ。私はナウ。アイナウ。アイナウってすごい。私は今。私は今あなたへの愛だけが、うん、さあ、ではタマ様の回答でございます。いや、もう今日で英語嫌いになりそうだではどうぞ。はい、How about the weather? で、It's cloud。 おお、うん、It's cloud。 あ、It's か、いつか。なんかね、なんかいつで、まあ結構こういうのに使うかなと思って。ただ、How about the weather っていう表現があるかどうかっていう。天気はね、なんかどういうふうに表現するかちょっと分からないんで。さあ、では回答の方を聞いてみたいと思います。お願いします。はい。天気はどうは、How is the weather? もっと簡単だった。曇りだよは、It's cloudy。いいんじゃないですかこれ。ミスト、うんうん、まあ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 、たまたま1ポイントで。ですか、よかった、まだ2でりゃ。もうそろそろおもろポイント入ってもいいと思うな。おもろポイント、うん、でも今のはちゃんとやった上でのおもろですからね、うん、次ラストですね。次ラストですね。ラストです。はい、英語の。ただ今ポイントが一人だけポツンと抜けております。タマ様、いやとりあえずね、3問正解してさあ、じゃあ次、ま、最終、これまた長文なんでしょう、きっときっと、うん、そうなんですよ。いや最終の英語ポイントいきましょうか。長文ってレッツゴー。はい、ね、ね、転んで膝をすりむいちゃった、投げ痛いです。これさっぱりわかんないですね。ちょっとね、すいません、何文字か教えてください。1、2、3、4、5、6、7。転んで膝を振り向いちゃったは7文字です。は1、2、3、4、5、6、7。で、痛いは、うん、1、2、3文字。3文字っていうか、3つ、3つです。痛い、何めっちゃ笑ってるから。7文字3文字7文字3文字です。なんかしょうもない答えしか、お答えしか思い浮かばないんですよ。なんかね、あの当てる気あんのか、俺。これ私読めないので、たまさんに、はい、答えを言ってほしいですね。はい、そうですね。あ、わかりました。なんだっけ、なんだっけ、転んだ、転んだ、はい、転んで膝をすりむいちゃった。で、痛くない。痛い、あー、転んで膝をこう、膝どっかに
これハテナなんだよ、ここは。3つ目にダウンって言葉が入ります。ダウン。そしてその次にエンドが入ってます。入った。ダウンアンドは次の次にマイが入ってます。入ってる。マイ。はい。お、全部合ってる。このあと全部合ってれば、うん、痛いは最初はダズかな、これ。え、DOES ダズですよね、これ。ダズから始まるの。はい。 DOES。 はい。あ、まあこうかな。できた。はい。1,2,3,4,5,6。 あ、はい、人もしてない。もう当てきにじゃん、俺絶対。ん、ないか。あ、できた。はい。トム様はできた。はい。じゃあ僕から行きましょうか。はい、はい、はい。ん、コロンブスが生卵を転がしてダウン しちゃって。デズ食べ物だぞ、無理ね。ダズはまわったかれやいじゃん。どこの田舎もんだそれ。やるね、やるね。7文字、7文字。考えたよ、考えたと思う、うん、ダウン入れたし。生卵を転がしてっていう、なんかその発想がなんかすごいね。コロンブス回したからね。うん、こうやってね。あ、最初がダズ。そうです、痛いの最初、うん、だから最初がダズだって言うから、ダズ食べ物で遊ぶんじゃないっつって。あ、なるほど、なるほど。これね、あの、これ田舎じゃなくてね、ね、あの、標準語だと。すごいですよ、みんな。見てください。すごいね。そう、そして、今の、そう。そうですね。じゃあ、案内行きましょう。ダズはダウン、エンド、なんかわかんない、ニート。なんとかわかんない、ニー。わーわーわー、トムジェリー風に、わーわーわー、それ痛がっちゃってるじゃん。よし、いくぞさん。もう痛いんですよ。よし、いくぞさん。痛いって言ったんですか。でも、それ、よし、いくぞ、こっちですからね。わーわーわー、田舎で。こっちにもないですよ。なんかみんな、ダズ食べ物で遊ぶんでね。でもちょっと今日、あの、今回はさ、長文だけど、あの、穴食い問題みたいなもんで。そうですね、うん、きっと多分ここに入る、も、あの、単語を入れなさいだと思うんですよ、問題は、うん、じゃあ、とりあえず、タマ様の問題のね。今回ね、1文目は結構自信ある。おう、地味に。うん、だってもう、全部合ってたもん、うん、言われたやつ。はい。じゃあ行きますよ。はい。I was down and scratched my knee. で、Does you pain? 何ですか、これ。え?これ、あの、サイボーグ009に出てくる。下からこう、プチュッチュッチュッてこう、スクラッチ。怖だな。分からない人は分からない。分かる人には分かる。004。004。さあ、じゃあ答えの方は、タマ様が、自分で読むということで、ね、一番最初ですね。ちょっと字汚いかもしれませんが、すいません。あー、それか。読んでください。はい。I fell down and skinned my knee. The dish hurt? そっちの方ね。これはタマ様、自分でじゃあ判断してください。はい。合ってますか、間違ってますか。痛みという部分では、はい、こうペインとハートはまあ、うん、あれなんですけど、うん、まあ使いどころですよね、多分この、うん、で、うん、なんだっけ、I was、I fell down なんで、ここは、うん、fell っていうのはあの、うん、fall のね、うん、過去形です、うん、はい、落ちるっていうね、落ちるって言うんでしょ、fall down で、うん、多分転ぶっていうんですね、うん、で、あのスクラッチ、あ、なんだっけ、スキャフ、うん、スクラッチも違う、スクラッチも違う、そう、スクラッチじゃなくて、そこが、スキ、もう一回見せますか、
スキニーズ、スキニーズっていう。あ、これスキニーズって。うん。スキニーズは、うん。ニーズ、マイニーっていう。なんと、全然違いました。では、はい、トマス様、3匹決定バーイ。さあ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 、ということで、これ本当に並ん、得点は並んでるんですよね。そうですね。今、カウントしましたけど、あ、違う、トマス様が一つ頭抜けてんのか。これ2-2だから、4。それ3匹とかのレベルじゃなかった今。結構入ったね、今ね。最後の問題って誰が当てたんでしたっけ。最後は当たってません。当たってません、誰も当たってない。これはね、2個はね、すごい。あとうわー、来たこれ。いい牛な、いい牛よね。うん、じゃあいいですか、いただきます。いただきます。3問間違ったというね、はい、いただきます。なかなかインディオ入りましたね。マリシャース意外とね、こう突き抜けたから、うん、奥の方でじんわりきてる。今動画ではきっとここら辺であって言った瞬間にデンッ。さあ、ということで、学力テスト2科目目終了、はい、ということで得点の方を発表したいと思います。はい、はい、旦那、うん、3、はい、僕3、はい、たまさま4と。おお、もう1つ差出てしまいました。まあ、想定上ではもうちょっと差がつくはずだったんですが、そうね、はい、俺ね、差がなかったです、ね、全問正解する勢いでいたんだけど。そうですね。さあ、ということで英語も終わりまして、はい、次の教科でございますけども、はい、そうですね、ここでいきましょうか、うん、国語、はい、ということで次の教科、は国語となりましたので、あのね、もうここで取れなかったらね、あと2教科全く本当自信ないから、ね、やばいよ、やばい。ここで突き放す、頑張って。国語でできなかったらもう俺もうね、もう道はないわ。やばい。ということで、次の教科をお楽しみください。では皆様、See you!バーイ。遊ぶんでね。